フェルンバルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議セ選軍に属す、町村である。フェルンバルトは、大学都市議セ選の東約6キロメートルにある。フェルンバルトは、北は、ブーゼック、東は、ライスキルヒエン、南東は、リヒ、南西は、ポールハイム、西は、ギーセンと境を接する。フェルンベルトは、アルバッハ、アンネロード、シュタインバッハの3地区からなる。 フェルンバルトは1971年12月31日にそれまで独立した自治体であったシュタインバッハ、アンネロート、アルバッハが合併して成立した。町名はアンネロートとシュタインバッハとの間にある森、フェルネバルトに由来する。この森は大きな森林地域、ビーゼッカーバルトの一部に含まれる。2011年3月27日の選挙以後、 この町の議会は27議席からなる2015年6月14日の選挙で、シュテファン・ベヒトホルトは56.8%の票を獲得して町長に再選された。投票率は53.9%であった。図柄、青字に金の斜め十字。これに重ねて銀字に黒い十字が描かれた子立て。この町の紋章は、シュタインバッハの紋章から作られた。 ドイツ騎士団の紋章とグライベルク家の斜め十字の組み合わせは、シュタインバッハ及びアンネロートの領主を表している。青と金の配色は、アルバッハを収めたゾルマークの影響である。町内を連邦アウトバーン A5 号線が通っており、フェルンバルトシュタインバッハインターチェンジに直接面している。連邦道 B49 号線と B457 号線も通っている。 ありがとうございます。